はサウスポーの高橋、そしてカープは黒田以上のような両先発となっています。さあ、まもなく試合開始です。まずは1回の表、カープの攻撃。先頭バッターは東出。第1球を投げました。直球ストライク、インハイへ。初球まずは入れてきました。1球目ストライクから投げました。おっと、バントだ。1塁送る、1塁アウト。右バッターボックスは2番アレックス。第1球を投げました。空振り。ライト後方ワンバウンドヒットになった。アレックス一塁待って二塁を狙うか。アレックスライト線ツーベースを放ちました。ワンアウトランナー二塁に変わります。バッターは3番栗原。ネクストバッターサークルに控えているのは新井。ファウルボール。さあ、次の投球です。直球決まってストライク。早くも追い込まれています。追い込んでから投げました。直球見逃し三振。三球三振、ズバッと決まりました。第1球を投げた。スローボールはストライク。まずは外、ボールカウントワンナッシング。足が上がった、投げた、打った、切れていきます。ファウル。打った、単交代取りました。これでスリーアウト。二塁ランナー残塁です。カープスコアボードにゼロの文字が入ります。これからジャイアンツの攻撃に入ります。トップバッターは高橋。第1球を投げた。初球を打った。さあ、2球目、あと打ち上げた。黒田余裕があります。掴みました。黒田ピッチャーフライに打ち取りました。バッターは2番谷。さあ、1球目、初球から打っていった。さあ、次の投球です。インロー打ちました。掴んだ、ファーストへ、一塁アウト。バッターは3番小笠原。第1球を投げた、空振り。初球ストレート。さあ、2球目、外フォーク決まってストライク。追い込んで第3球を投げた、打ちました。ボールを掴んだ、ファーストへ送る。記録は内野安打。バッターは4番イースインヨク。第1球を投げました。変化球ストライク、インローへ投げました。空振り、少し迷ったか。第3球を投げました。ゴー、外れました。ツーエンドワン。第4球を投げました。空振り三振、バッターアウト。0対0ジャイアンツ、無得点で終了です。これからカープの攻撃に入ります。この回先頭バッターは前田。投げました、低め、直球決まってストライク。初球空振りから投げました、打ちました、いい当たり。まだ伸びる伸びる、センターに上げた。ホームラン、ホームラン、ホームランです。ソロホームラン、バックスクリーン右横に打ち込んだ。カープ先制、1対0。リプレイをご覧ください。バッターは6番ソヨギ。さあ、1球目、あっとバントだ。1塁へ、1塁アウト。左対左の勝負になります。さあ、初球、ひどむ、直球ストライク。初球ストライクから投げた、低めの球を打った。これはヒットになります。さあ、これでワンアウトランナー一塁。第1球を投げた、初球バント。一塁送球、スコアリングポジションにランナーを送ってきました。そして迎えるバッターは黒田。外野前進です。ストレート見送ってストライク。低め決まってワンマッシング。第2球を投げた、直球ストライク。追い込んでいます。ツーマッシングから投げた、ストライク、三振、ズバッと決まって3球三振。2回表が終了して1対0カープ先制点を挙げています。これからジャイアンツの攻撃に入ります。この回のトップバッターは三岡。ボール、インサイドわずかに外れた、ノーストライク、ワンボール。さあ、2球目、外角直球ストライク。ワンエンドワンから投げました、スライダーストライク。バッター追い込まれました。投げました、打ちました。
ファースト掴んだ、一塁送る、一塁アウト、ワンアウトです。バッターは6番阿部。第1球を投げました。スライダー決まってストライク、ワンナシン投げました。追い込んでから投げました。外を決め三振。バッターは7番ゴンザレス。第1球を投げました。スライダーはストライク。さあ2球目、インサイドついてボール、ワンストライクワンボール。低め見送ってストライク。バッター追い込まれました。追い込み投げた、打った、ファーストへアウト。これで3アウト。最後はショートゴロに倒れました。2回が終わって1対0カープ、1点リードは変わりません。ここでタイガース高橋マウンドを降りまして、久保、今日2人目のピッチャーとして登板です。カープこの回1番からの好打順、左バッターボックスはトップバッター東で、これが2打席目になります。さあ次の投球です。直球ストライク、高め、あっという間に追い込んだ。そのボール空振り三振。東で三球三振に倒れました。第1球を投げた、空振り。さあ2球目、インコース低め空振り。さあ追い込まれました。投球3球目、インコースいっぱい見逃し三振。三球できっちり仕留めました。初球打ち、さあ、2アウトからのランナーが出ました。第1球を投げました、打った、いい当たりだ。腹伸びる、ぐんぐん伸びていく、見送った、ホームラン、ホームランです。2ランホームラン、左中間スタンドへ突き刺さった。見事に初球を捉えました。久保がっくりと肩を落とす。バッターは5番前田。第1球を投げました、おっとバントしました。ファーストへ送る、1塁アウト。3回表が終了して3対0カープ、さらに2点を追加しています。3回の裏、3点を追いかけますジャイアンツの攻撃。先頭バッターは8番オリンズ、高めわずかに外れて、お投げました、打った、1塁アウト、ワンアウト。ここでタイムを取りました。代打は大道。投げました、フォークはボール、まずは内角、ノーストライクワンボール。投げました、アウトコースの変化球ストライク、ワイドアウト。第3球を投げた、打ちました、ボールを取った、一塁へ、一塁アウト。打順は1番に戻って高橋、今日2打席目。インコース詰まった、ファルボール。真ん中高め直球ストライク、黒田追い込んでいます。第3球を投げた、フォーク、空振り三振。黒田この回も三者凡退に抑えています。3回の裏が終わって3対0カープ、3点リードは変わりません。ここでタイムが使います。久保5番、吉武今日3番手としてマウンドに上がります。これからカープの攻撃に入ります。先頭バッターは6番ソヨン。第1球を投げた、初球プッシュバント一塁送球、そよぎ内野安打。左バッターボックスは7番島、これが2打席目になります。外角高め、ゆるい球ストライク、まずは初球決めてきました。1球目ストライクから投げました、ストレート空振り、一塁牽制セーフ。投球3球目、外角高め、空振り三振、島3球三振。これでワンアウト、ランナーは1塁変わりません。バッターは8番クラ、今日2打席目。第1球を投げました、アウトコース低め空振り、投げました、空振り、バッター追い込まれました。1塁へ1つ牽制球を送りました、セーフ。もう1回1塁へ牽制球、セーフ。投げました、直球空振り三振、全く当たりません。バッターはピッチャー黒田。さあ初球、おっとバントだ、一塁送る、一塁アウト、一塁残塁。4回の表が終わって3対0カープ、無得点で終了です。ジャイアンツこの回は上位打線から始まります。先頭バッターは2番谷、これが2打席目になります。打った、
さあ2球目、スローボールストライク、アウトコースへ、バッター追い込まれました。追い込んで投げました、打ち上げた、掴んでワンアウトになります。バッターは3番小笠原、今日2打席目。インコースの変化球ストライク、初球まずは入れてきました。直球ストライク、外角高め、シュート、空振り三振。バッターは4番リスイオ、これが2打席目になります。スライダーによってストライク、第2球を投げた、打った、アレックス落下点に入った、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。黒田ここまできっちり1安打ピッチングが続いています。4回が終わって3対0、カープ3点リードは変わりません。カープこの回は打順よく1番からの攻撃です。先頭バッターは1番東で、あとスパットだ、ファーストへ、記録は内野安打。バッターは2番アレックス、今日3打席目。さあ1球目、直球決まってストライク、ワンストライクノーボール、投げました、このボールも空振り、ツーストライクノーボール、投げました、空振り三振。アレックスかすりもしませんでした。これでワンアウト、ランナーは1塁変わりません。バッターは3番栗原、第2球を投げました、スローボール空振り、さあ追い込まれました、投げました、スローボール2の三振、ナイスピッチング。バッターは4番奈良井、第1球を投げました、直球ストライク、ヘビー球決まった、ストライク、追い込んでから第3球を投げた、アウトコース空振り三振、全く当たりません。5回の表が終わって3対0、カープこの回の攻撃は0で終わっています。これからジャイアンツの攻撃に入ります。先頭バッターは5番新岡、今日2打席目、まっすぐ決まった、ストライク、高い球打ちました、追い込んで投げた、外角空振り三振。バッターは6番阿部、第1球を投げた、これはバットの根元、1塁アウト、勝利まであと1人。バッターは7番ゴンザレス、スタンドからは必死の声援が続いています。シュート決まってワンナッシング、さあ2球目、打った、サードボールを掴んだ、1塁送球、1塁アウト。最後のシーンのプレーをご覧ください。試合終了、黒田完封勝利です。カープ見事ジャイアンツを破りました。